岡崎夫婦の夫婦レディオ。はい、こちらのラジオではセブ島生活5年目の夫婦が日々の生活で感じるあれこれを発信していきますということで、今週も1週間お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は12月25日ということで、クリスマスですね、メリークリスマス。メリークリスマス。世の中クリスマスですけど、そうですね、もう会うたびみんなメリークリスマスっていう挨拶をするっていうのが、そうですね、マリパヨンパスコで盛り上がれる。ではね、そう、楽しく挨拶してますけど、1週間どうでしたか、エスコちゃん。そうですね、まあ、なんだかんだ言ってこのラスト、クリスマスまでのラスト2日はすごい盛り上がったようなというか雰囲気がね、確かに、いうふうに感じました。クリスマスモードはグッと最後ね、そう走り切った感じというか、めちゃめちゃスーパー、まあ、近くに大きいスーパーが2カ所、ね、会員制スーパーとモールのスーパーがあるんですけど、はい、それぞれ長蛇のえげつない列だったって。聞きましたね、見てはないですけどね。そうだから、行ってないよね。行ってない。ああ、そうだよ。ギリギリまでね、みんな食料買い込んで準備してたんだなっていう。そうだよね。まあ、給料との、まあまあ、そうか。そう最後のサーティマンスペインももらえたのかな。そうですね、そこをここにつぎ込むってのが、あのフィリピンの習わしじゃないですけど、ね、まあ本当にそれが達成、できたのであれば、そう良かったなという感じで、はい、で昨日はちょうど24日か25日の変わり目に毎年花火が上がったりするんですけど、今年はもうセブ島側の花火がものすごい少なかったですね。まあ、比べるとそうか。ね、だけどマクタン側は結構、ね、意外と、なんだろう、花火上がってて、すごい綺麗だなと思いながら、明日じゃないわ、セブフォーカスでちょっと動画ね流せればなと思ってますけど、まあまあこんなもんかっていう感じの、でも花火上がったこと自体がもう嬉しかったね、もはや、ね、そうですね、いや上げてくれたみたいなそう感謝できる感じになって、そうですね、あとなんか食事会開いてくれて、そうあのね、近所さんが開いてくれて、そう、同じコンドミニアムの上の階の人が、どうですかって言って、アメリカ人の人なんですけど、その人のアメリカンな、ね、そうパーティーをちょっとやってくれて、うん、なんか僕らのクリスマス人生の中のクリスマスで言うと一番豪勢やったよなっていうそうね、あんまりそんなクリスマスね、別に何もせんからね、ホームパーティーするみたいな感じじゃなかったからね、当日っていう観点で言うと、まあ、今までもねフィリピンでもクリスマスパーティーみたいなの出てきたけど、会社とかね、いざじゃあ12月24日何するって言ったら別に寝るだけみたいなのが今までやったから別に何もねしてなかったから、なんかすごかったね。そうなんか、そうだからもう毎回こう呼ばれるとき何持っていけばいいかがいまだにお作法が全くわからんそうね、いやいや今回はでも聞けて、なんか寿司がいいって言うからそうね、準備さできたしね。そうでも寿司結構喜んでくれて、これいいなと思った。やっぱ外国人は日本の寿司好きなんだなっていうの、だそういう振る舞いとかなんかまだまだ未熟だよね。どういう風に、なんかもっとそういうレベル上げたくない、なんかレディースジェントマンってどういう、 う、ね、こうなんかプレゼントとか振る舞いできるのかみたいな、そうまだまだなんかが緊張やなと思わされたあのね、もてなし方とか、ね、そうもてなし方とかすごいなって思いましたけど、勉強になりましたね、はい、ちょっとそういうかっこいい大人になっていきましょう、はい、あと僕からはですね、まあ、結局25も普通に日本のシフトで働いてるんで25今日も働いたんですけど、平日だからね。そう、まあ、そのプロジェクト的なところでフィリピン人の一緒のコーワーカーも結局、まあ、今日も働いてたわけです、日本に合わせてるからね。そうフィリピンやと24、25は祝日なんですけど、そうもうバッチリ今日も働いてて、で、まあ、祝日っていう観点から今オンラインでこう、ね、会議してるんですけど、もうどこのそのミーティング、なんていうんですか、どこのフィリピンのコーワーカーも後ろでカラオケの音流れてるみたいな。そうね、みんな今日はカラオケすごい豪華日程はないくってもカラオケをやるみたいな。そう、いえ、なんかその子の一人の子に聞いたら、友達と親が横で歌ってるみたいな、あ、横で歌ってんねや、だからこの音量が聞こえんねやみたいなカラオケ好きだよね、本当にね。今のそのルール的に平日はカラオケしたらあかんやん。そうだからもうもはやもう今一番歌う時は24、25でそれがもうもろに出てたなっていうリアルな感じを今日働いてて感じたね。ああ今日祝日なんやねって。地元の僕たちはカラオケしたりとか、あとなんかみんな音に合わせてダンス踊ったりとか、ね、らしいね、するっていう感じで、あと結構なんか海に、なんだろうな、遊びに行ってる、なんだろう、写真とかいっぱい出てたけど、今日特にマクタン側の、
で、そう、今日25日は結構雨が降ってたんですけど。降ってた今日。そう、でも朝雨の中入ってるっていう。なんで文化わかんない、私も思ったんですけど。でも新聞でも出てましたし、あのマクタンに住んでる方からも、みんな震えながら入ってましたよとか言ってたんで。なんなのそれ。そうそうそう、やっぱでも気持ち的にあれじゃない、なんか解放みたいな、ホリデーな感じなんじゃなのかなっていうふうに思ったんですけど。なるほどね、こ、うん、んな感じでしたね。なんか知ってる人いたら、なんか25日 は海に入るもんやみたいな。どうなんだろう、でも文化があればちょっと聞きたい。目の前がやっぱ海の人たちは初めて聞いたけどな。そうなのかもしれないね。なるほど、まあ、うん、まあそういうのもあったという、そんな1週間でしたね。はい、はい、で、じゃあコーナーの方に移りたいと思います。はい、はい、モレタニア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 ニ、こちらのコーナーではセブフォーカスで取り上げられなかったけど、できれば紹介したいニュースをこちらで取り上げていこうという、そういうコーナーです。はい、今日はですね1個ニュースあります。ですね、先週セブフォーカスで、うん、SM モールのことを、うん、頑張ってるよっていうので、そうだね、オンラインの店舗増やしたりとか、そうそうそう、なんだっけ、あと営業時間伸ばしたりね、うん、まだ注文してないけどね、この今僕らがある食材終わったら次ちょっとセブ、うん、試してみたいなと SM モールのやつね思ってますけど、まあ、そんな頑張ってる SM の横でですね、ロビンソンズも頑張ってますと。おでロビンソンズスーパーマーケットのプロモについて今回紹介したいと思うんですけど、これややこしくて、うん、前回のセブフォーカスでは取り上げなかったんですけど、ちょっと内容を言うと、3000ペソ以上の一括購入をした人には、うん、はい、なんかプロモーションコードっていうのが領収書で、まあ、発行されて、はいはい、そのコードを使って、アプリ内のゲームに参加できると、うん、タップトゥートッププライズっていうゲームがあるらしいんですけど、はい、なんか おもちゃが落ちてきてそれを取ってみたいな、はいはいはい、それをするとなんかポイントがバーンってこうゲ何ポイント何ポイントみたいな取れるらしいんです。ちょっとやってないんで分かんないですけど、プレゼントゲットした分だけ、そうそう、なんかポイントが溜まっていくみたいなのが、まあ、あって、それがなんか30秒間のゲームらしいんですよ、うん、でその中でどんだけ取れるかみたいなのが、まあ、はいはいはい、あなた、まあ、ID がもらえて、その ID でこうポイントがボーンと入ってくると、うん、でこの ID に溜まったポイントで1週間ごとに争って、うん、その参加者全員で争ってトップ12、うん、トップ12人が、ギフト券ゲットみたいな、これを毎週やるというのを、だからゲームのポイントが高い人がもらえる、もらえる、そうで、これを2月14日までやる、結構やる、結構やる、でそんなんがあって、でこれのなんかちょっと不平等やなと感じた点が、うん、3000ペソも買うやん、はいはいはい、で1週間でこれ累計なんですよ。だから、月曜日に3000ペソも買った、うん、で月曜日でゲームする、うん、でポイントが何ポイントゲットできた、はいはいはい、で続きましてもう一回水曜日にじゃあ3000ペソももう一回要は課金みたいなことで、ね、はいはい、3000ペソも買って、でもう一回ゲID ゲットみたいな、うん、その人がこのもう一回水曜日にやったら1週間ごとの累計なんで、うん、要は加算されるんですよね、うんうんうん、だから3000ペソ、3000ペソで買って月水金とかで買っておけば、うん、3回分その人には加算のチャンスがあって、はいはいはい、それで、まあ、ランキング上位に食い込めるかもみたいなのがこのゲームのなんか醍醐味というか。なるほどね、まあ、もちろん買い物させるために、そう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 、そういうこと、そういうこと、本当なんかゲームみたいな感じでね、ほんまにゲームみたいな、ゲームの中でもやっぱり結局課金したそうそうそういうことが良くなった、ある意味そういう意味で言うと金出した人が勝てる仕組みやから平等っちゃ平等かもなって思ったという、そういうのをロビンソンさんはやってますんで、もしこの僕らの、ね、生活圏にないので、うん、あんまり使わないんですけどロビンソン系は、だからもし生活圏でロビンソンの、まあ、スーパーがある方はちょっと注目してみてもいいのかなって、ゲームが得意な人は有利に働くのでまあややこしいけどね、ややこしい、普通だったら3000ペソ買ったらなんか抽選してはいどうだみたいな感じだけど、一旦ゲームも挟むってそうそうそう、それロビンソンっぽいよね、なんかロビンソンの色、まあなんかスーパーの色が出てんのかなっていう戦略のね、まあ、ロビンソン、まあ、ギャラリアのイメージだけど、うん、なんか結構そういうなんだろうなマニアックな、うん、そんなイメージある、大会とかしてたりするじゃん、はいはい、あるあるある、そのなんかカート、ゴーカートじゃなくてなんかミニオン、ね、ミニオン区みたいなののそうそうやつのガチ大人、試合ガチの大人がセブ島にこんな人たちいるんだみたいなやってたよな、パーティー寄ったらな、大会してめちゃめちゃそのレールですごい
そのミニ四駆みたいに走らせて、俺あれ見て YouTube で確認したから、なんかそのこれのルールとかやっぱな、ほんま大人かければ、そうそう、でタイヤをねめちゃめちゃ調整するんですよ、コースによってタイヤ変えたりとか、うん、そうそうそう、あとなんかそのホイールというかなんかそのフレームも変えたりとか、あれをやってるのがやってたんだよね。あ、それはなんかロビンソンギャラリーやったりとか、あとはコスプレ大会をロビンソンギャラリーやってたりとか、なんかそういうイメージ、ロビンソンのイメージが、凝ったイベントみたいなのがロビンソン、だから今回のこれもなんかこな、ね、ロビンソンっぽいっちゃぽいなって、確かにすごい思った、おもろいよね、うん、これ一応ね156人が合計で、まあ、トップ10にかける、要は何週、毎週やるから、そうそう、毎週やるから、うん、でもまあ、勝てへん人もおるやろっていうその救済措置があって、2月14日までやるわけですよ、2021年の、うんうん、で2月17日に勝てない人もいるよねみたいなんで、10人だけ幸運な勝者が、あ、グランドラッフルっていう、なんかそのさらに運で勝った人たちみたいなんで、はいはい、これはなんかちゃんと抽選っぽい、ね、これ抽選だ、ほんまに参加した人が、まあ、その勝てへん勝った人の中でもらえるよみたいなのがあるという感じらしいです、っていう、まあなんかロビンソンっぽいのか、そういうイベントをやってますんで、まあもう使ってる方はこれ多分広告とか一回出してるやろから、そうだね、まあ、ただアプリダウンロードしてみたいな、一手間あるけど、ゲームやってみたいな手間があるね、うん、まあまあその気になる方いたら一応概要欄にあの URL も貼っときますんで、この記事も載せときます、なのであの利用できる方は利用してもらえればなと、はい、そんな気持ちです、はい、はい、で続いて、コーナーはこれで終了で、コメントの読み上げを行いたいと思います、はい、今週ですね結構またコメントいただきまして本当にありがたい限りです、いつもありがとうございます。で今週はちょっと多めなので我々からするとあのピックアップしたいと思うんですけども、うん、まず1つ目3つ読み上げたいと思います。まず1個目が、ブレイキングバッドについて語ってくれてる方がいたので、うん、ちょっと先週ね私があのこの紐期間約5ヶ月6ヶ月の長い紐生活の中で、うん、ブレイキングバッドのシリーズですね、テレビアメリカテレビシリーズを見たんだよという話をしたことに対して反応してくれた方がいて、うん、すごい嬉しくてちょっと読み上げるんですけどブレイキングバッド私も見てました、同世代として共感する部分がありますということで、おもろみたいな、その主人公に共感する部分があるっていう、その続きでハイゼンベルグのキャラはいいですねということで、はクフナカワさんですね、うんうん、あ、カフナカワさん、うんうん、コメントいただきました、ありがとうございます。これハイゼンベルグって誰かわかります？主人公がハイゼンベルグ、そう、はい、これねハイゼン、あ、僕英語で見たんで、うん、ハイゼンバーグなんですよね、なんかうるさいなハイゼンバーグだから、これだから日本やったらハイゼンベルグで言ってんねやっていう、そのなんかまあそういうちょっと面白いなっていうハイゼンバーグとピンクマンやから言いたいやつそう言いたいやつ、めちゃめちゃまあ本当にハマりまして、もう僕に至っては、うん、これハマって YouTube で、うん、メイキング映像とかもあるんですよね、上がってくれて、特にそのシーズン、まあ、何がちょっと熱く語っちゃうんですけどシーズン1からシーズン6が最後なんですよ、うん、でシーズン6も、まあそれまあ、もうずっと人気絶頂というか、確かにシーズン6まで人気があるって珍しいよね。そう、最後まで人気あって、人気あったまま終わらせたっていう、まあ、鬼滅の刃的な、あの最後までおもろいのにおもろい中終わらせたっていうこの凄さがあって、でシーズン6も、まあ、なんかこのシーズン6中、うん、3回かな最優秀賞、テレビシリーズ最優秀賞みたいな、取るぐらい、6分の3と、うん、2やったかちょっと忘れたけど、まあ、取ってるぐらい、まあ、かなりの頻度で当たってて、うんうんうん、でシーズン6も賞取ってるんですよ、最優秀賞みたいな、うんうん、ぐらい、フィナーレもすごい最高やったみたいな終わり方してて、でそのシーズン6のあのメイキング映像が結構 YouTube で上がってるんですよ。最後の、まあ本当ネタバレなので言わないですけど、まあ最後の最終シーンの大掛かりなセットの裏側、うん、メイキングの裏側とか載ってて、うわーみたいな、こうやって撮ってたんやとか、まあワクワクする、そういうのも見てワクワクしてしまうぐらい僕がテンションなんかハマったっていうのと、あとね、驚きやったのが、そのテレビシリーズごとの、なんだろう、日本でいう春の特番、夏の特番みたいな、こうなんていうの、クォーターごとでやってるようなさ、うん、笑っていいとものこうなんかゲーム特番みたいなとかさ、こうテレビのドラマのシリーズごとで争ったりするやつ、あ、ドラマのメンバーの人たちが集まってなんかゲームとかする、そうそうそう、そんなんがアメリカでもあるっぽくて、そのブレイキングバッドチームみたいなんで、うん、あとスーツチームで、その同じシーズンでやってる人たちで、うん、なんか
ボーリング大会やるみたいなのもあるんですよ。面白い。そうで、それでピンクマンがアーロンって言うんだけど本名はね、アーロンがそのなんかとなんていうのこう、まあ、みんなやるんやけど、ボーリングやってガーターになっておーみたいなとかこうみんながハイタッチしてるとか、その裏側、うん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 、みんなの裏側見れるみたいなのもなんかおもろかったりとか。確かに全然キャラじゃないし、ね、そうほんまに全然キャラじゃない。ブレイキングバットもスーツもなんかそうそうそうヨーリングとかヨーとか言うんだけど、うん、あおもろいなっていうのと、もう一個ねちょっとこれ熱く語りたい部分で、うん、あのそのミスターピンクマンは、うん、あの本来シーズン1で死ぬ予定やったらしいんですよ、うん、そうこれウィキで載ってたと思うんですけど、まあ、詳しくはウィキ見てくれもらえれば。そのピンクマンが本来は死ぬ予定やったけど、あまりに重要なキャラやみたいな、このハイゼンバーグを際立たせるためのこの凶悪さ、内に秘める凶悪さとか、うんうん、あの家族を持ってる様とかを際立たせるためにピンクマンの存在は絶対いるってなって、はい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 、本来では殺すよシナリオ的に殺す予定やったけど、監督がこれ伸ばそうってことで、はいはいはい、あの生き延びさせたと。確かになんかコントラストのためにね。そうそうそう、なんかねいろいろ載ってて、そういうなんか主人公はどっちかというともう自分の家族を守るために、そう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 、社会的正義から外れていくんだよね。そうそうそう、でもピンクマンは社会的正義の方を結構重要視するというか、うん、どん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 そこが強くなっていくんだよ、ね、っていうみたいな。なんかねそうそう、子供が死んだら狂ってしまうシーンとかあって、うん、まあまあちょっとそういうのもあったりとかで、要はそのなんかしかピンクマンはよく泣くとか、うんうんうん、あの女性的な側面を見せてて、なるほど、ハイゼンバーグは男性的な側面を見せてるとか、まあ、これはそういう記事を読んでしまうぐらい分析どんだけ時間あったんやとお前ってなるけどそれぐらいちょっと調べて、あなるほど、そういうのも絵的に評論家が見て、確かにやっぱヒット作品出す人たちはすごいな。そうだからね、シーズン4やったと思うんだけど、あのアーロンね、ピンクマンが助演男優賞で賞を取るんですよね、うん、でその時にあのその賞の席でこのなトロフィーを掲げながら監督に向かって、うん、いや俺を殺さないでくれてありがとうって言って会場が湧くみたいなのがあってぐらい、もうなんかその彼の演技力と、まあ、こう相まって彼は生き延びた最後のシーズン6まで、下手したらその映画化までその、うんうん、ピンクマンだけの映画がこの2019年にやってたりとかするので、うんうんうん、なんかすごいな、面白いな、こういうのっていう感じ。あともっと言うとめっちゃ続くよあのベターコールソウルっていうそのブレイキングバットの5年前を描いたやつがあのその後やってるんですよ。要はエピソード0みたいなのをやってて、はいはい、それがもうそれも6シーズンぐらいやってて、今年2021年来年にその最後のファイナルラストシーズンがあって、そのラストシーズンでブレイキングバット1話とつながるっていうそういう話になって、でこれがねまたブレイキングバット好きのフィリピン人の友人にいて、うん、最後にその要はベタコーソウルの最終ファイナルシーズンにハイゼンバーグが登場するんじゃないかみたいな、主人公がね、あのブレイキングバットの主人公が登場するんじゃないかっていうのでちょっと盛り上がってまして、あの気になる方はベタコーソウルもあの見てみてもらえればなとちょっと紹介番宣の、ま、ちょっと好きすぎて語っちゃいました。そんな感じです。もしブレイキングバット好きがいたらコメントもらえればなと思います。で、2個目のコメントが FY さんですね、はい、フィリピン歴6年目の私は11月から一時帰国中ですが、日本の冬を耐え抜く自信がありませんということでコメントいただいてるんですけど、確かに6年ここでね過ごされて、私たちよりね1年先輩っていう感じですけど、そうそうそう、しらも、もう日本の真冬はもう何年ぐらい味わってないかな。そうね、まあ、なんかだんだん冬物もこうメンテナンスができないあんのまだから、コートがまだどんどん捨てていってるんだよね。だからもう本当真冬に日本に帰るってなったら本当装備がないな。ああ、でも日本帰ったら買う気になる、買う感じで本当に、まあ、冬に帰るとね、うんうんうん、どんな、確かに冬には帰りたくないなでもあの逆になんかなんかフィリピンにずっといる身からすると、うん、日本のあの寒い中でのおでんとか、おでんいいね、おでん食べたいね、鍋とかはなんかイメージの中ではすごいよく感じる、ね、実際でもすぐ行ったら寒いとか言ってさ、あのさ、その日本、これあれ話ちょっとそれるかもしれんけど、日本帰った時にやりたいことでさ、うん、コンビニに行くみたいなあるやん、あるある、コンビニ行きたなるみたいな、日本のコンビニ感動する、これ多分分かってくれる人おると思うんですけど、あのと
安子の友達でさ、うん、あの台湾にいた友達がさ、俺ら当時まだ日本におって台湾から帰ってきた時に、うん、どっか連れて行くよとか言って盛り上がってたら、コンビニ行きたいみたいな、うんうんうん、マジで2万円ぐらいさコンビニで買い物して帰って行ったりとかしてた時にさなんでやねんみたいな、うんうん、突っ込んでたよ。なんかあの、なんでコンビニやねんみたいな、せっかく日本帰ってきててとか言って、そう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 、今ならめっちゃわかる、めっちゃわかるめっちゃわかるわ、もう全部欲しくなるもん、ね、全部すごい、こうセブンイレブンのなんかもとかさ、あの、そう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 、私逆になんだろう、なんかパッケージのクオリティの高さとかにも目がいっちゃう、うーん、何この使い切りの良さみたいなやつとか、はいはいはい、確かに。だからなんかその全部ペソ換算するやん、うん、今やったら、うん、このクオリティ50ペソでやばマジみたいな確かに、もう今だから逆に安く感じるね。でも安いよな実質と思うんだよね、コンビニの飯が。だからほんまにマジで連日コンビニ飯でいいって思ってまうぐらいさ、だってあの弁当もさ、うん、200ペソかとかさ、うんうん、確かに500円って見るとまあまあと思うけど、まあ 今もうちょっと上がってるかもしれんけどさ、これ200ペソで食えるんやったら全然いいよなとかさお菓子のクオリティもさ、いやお菓子すごい、これのこのお菓子60ペソですかみたいなさ、だからなんかコンビニの肉まんとかもさ、あいやマジでそうだね、わざわざ買うもんね。だからいや肉まんとおでんとおにぎり、いやおにぎり、おにぎりなんて50ペソでおにぎり、ギリギリほなみたいな、ギリギリ空港で買ってギリギリ持って帰るみたいな。だけどね、ちょっと今年は帰れませんので、うん、そうよ、本当よ、もうか2年かな、帰れてないかな。日本にいる方は寒いかもしれないですけど、どうにか乗り越えて、本当、だから今の冬の楽しさみたいなのもね、今で言うと多分来年の夏ぐらいに観光がまあ再開するのかなって感じやから、まあ、一冬は必ず越えてもらわなあかん状態になるかなと、だからちょっと頑張ってください一冬はちょっと乗り越えていただく感じで、はい、はい、これが2個目です。で3つ目はですね、はい、ひろゆき上野さんですね、はい、LGBT のことになるんですけど、うん、練習というか、はいはい、2週、これで3週目かな、うん、あのまあ、話すことになるんですけど、タイ勤務の方で、うん、以前タイに働いてた、タイで働いてたらしいんですね、はい、でちょっと読みますこのまま、私は以前タイ勤務でタイ事務所の女性スタッフが大きなお腹で仕事をしていて、うんうん、ある日彼女が休みを取りましたと、うん、で翌日生まれたとの報告ってことで、要はもうギリギリまで働いてたっていうそのすげえみたいな確かにえってなるよね。そうで先週我々がっていうか、まあ、僕が喋ってたやつで、まあ、ギリギリまで働きすぎ問題っていうか、はいはい、それによってそう、あの母体にこうストレス、お母さんにストレスがかかって、うんうんうん、でそのなんか染色体がこう決まる瞬間みたいなの分からんけど、うん、体内での瞬間にストレス負荷がかかったことで、うん、染色体に影響が出て、うんうん、みたいなこういうことが あるんじゃないのってい こう説を提唱したんですけど、うん、まあ、ちょっとつながるかなっていう思うような、うんうん、こう事実というか、まあ、タイもねLGBT 進んでるから、うんうんうん、のこう何て言うかな、まあ、先進国タイのその LGBT 先進国としてはさ、うんうんうん、まあ、なんかこういう事実もあるから、はいはいはい、結構セブンの子たちも、まあ、タイに行って手術したいっていう夢がある子とかも いるったりするからね、はいはい、聞いたりするよね。だからまあそういう意味で言うと、まあ、説はつながってんのかなっていうふうに。でもこの方のコメント的には、うん、一応そのタイも LGBT が多いと。でこの方の、まあ、奥様もタイ人 でその友人もそれこうオープンで、うん、だからなんていうかな、受け入れ体制、家族 この認識とか、うん、そういうのがなんかちゃんとしてるから、うん、多く感じるのかなというふうに思いましたって、この方の見解としては、まあ、はいはいはい、それもそうやでね、俺らもね、オープンだから多く感じるってことだよね。うん、タイとかだってもうちゃんと女なんだろうな、うんうん、性別で分かれてないトイレとかもあったりするもんね。あ、そう、タイは結構もう前からじゃないの。あー、すごい、それ進んでるな。そうそう、もう全然大学の時からもうその状態だった気がするんで、それはそうなんだろうなって思う。そうだ、そうだから、それに比べてやっぱフィリピンはその宗教的にはもう男と女で分かれてるからさ、うん、そうそうそう、認められてないけど、国境というかね、うんうん、うん、けど事実的にはLGBT に対してみんなオープンっていう、ね、っていう感じだから。タイ、あれだわ、同性婚認められてるわ、なんか事実上合法化って今あー
でもそういう法的な、まあ、要はパブリックな感じでも認められてるから、だからもう国としてだいぶ本当オープンだから、そうそうそう、それは全然すごいよね、違うよね、いや素晴らしいね、うん、こういうの、だからフィリピンの子たちが憧れるのも分かるかも ね、体行ってきたいみたいな、タイ行って、そうそう、タイどこか行きたい国あんのみたいな、タイ行きたいみたいな、なんでって言ったら、いや もちろん手術しねえよみたいなおおそうなんやみたいな、やっぱそういう認識なんやな、でも日本のねそういう人たちもさ、うんうん、そういう話ネタ的な感じで言ってるけどさ、本当、うん、いやフィリピンも、フィリピン俺らの認識ではさ、フィリピンもさ、うん、あのこう LGBT 先進国という感じで俺らおったけど、うん、やっぱそんなフィリピンでも、うん、タイはもっと先、そうそう結構先なんだと思う、行ってんねやなっていう風にちょっと感じたという、そんな世界的に、世界的には進んでんねやなと思うね、うん、なんか台湾に続き2番目に、うん、あの事実上の同性婚、はいはい、あの合法化ということを、台湾すごいね、台湾もすごいね、これ見るとね、うん、へー、ということでコメントの読み上げは終わりたいと思います。いつもコメントいただく方、ありがとうございます、今後ともよろしくお願いします、っていう感じで、まあ、今週終わっていこうかなと思うんですけど、最後なんかありますか、やすこちゃん。そうです、もうあとはもう年末に年を受けて走るというか、走るだけですね。これも来年になりますよね、次のラジオ。そうですね、次の金曜日ってなると1日ですね、だから本当にハッピーニューイヤーになるんですね。はい、なので本当に今年もどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして来年もよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、最後読み上げますね。質問や読み上げてもらいたい内容がございましたらコメント欄に書いていただければと思います。それでは良い週末、良い年末をお過ごしください。さらばー。